にちは。今日はですね、ちょっと宇宙の話をしましょう。エレニン彗星、まあ、今一番話題ですね、まあ、エレニン彗星とちょっとこうパソコンでやってもらってもいいのにダーッと出てくるというね、まあ、要するに彗星なんですけれども、まあ、まず説明すると去年のですね、ロシアの、天文学者、その人はエレニンさんというらしいですけどもね、彼がまあその彗星の存在を最初に見つけたというかね、みたいですね。でただいま実はもうその太陽の太陽系の軌道にもうすでに入ってきてるんですよね。でまあ今年9月10月あたりに非常にその太陽とか地球にもう最接近すると言われてるんですけれども、果たしてそれがどんな影響があるのかと。まあ、例えば太陽、地球、あるいはそのエレニン彗星が直列になるとか、他の惑星が直列になるとかね、特にその3月11日 の、 震災の時にはそれが直列に1回なったらしいんですよね。そういうことで、まあ、直列だけでなくその接近することによって何らかの影響があるんじゃないか、まあ、私がですよ、まあ勉強した限りでは、通常はですね、例えば地球に接近すると、例えばもちろん地球に落っちゃけてくるというのが一つのその可能性としてあるんですけれども、隕石がね落ちてくるというようなこと、惑星が衝突すると、まあ、その可能性は僕は非常に少ないと思いますけれども、ところが、まあ次に重力なんか考えますよね。当然向こうも重力があるのか、こっちは重力ありますよね。でもその重力の影響というのは実は弱いんですよね。比較的弱い。じゃあ何が考えられるかというと、まあ、太陽が太陽系が回ってると当然ここに磁力っていうのがあるんで、磁力ね、あるいは電気力、まあ似たようなもんですけど、電磁力が働いて、まあ、それがで回ってるようなもんで、僕解説するにはもう電気で回ってると思うんで、プラズマ、だからよく 無だって言うけど、プラズマで覆われてるんです。プラズマって何かって言われると難しいんだけど、まあ要するに電気を通す物質で覆われてるんですよね。だから完全な無じゃない。だから電気ができやすいし、まあ、プラズマっていうのもプラズマを作ってる、どっかでだからできてるんだから宇宙が、まあ、プラズマで覆われてて、それに電気が通ってて、だから太陽なんかも簡単に言うと電気で光ってるんですね、あれね、核融合だって思ってる人いるから、僕の説から言ったら電気で光ってる、だから理屈は合うんですよね。そうするとそういうものがとにかくエレニン彗星に限らずなんだけど、エレニン彗星が近づいてきましたと、である程度太陽なり地球に近づいてくる。太陽に近づくと当然まあ、太陽フレアとありますよね。 だいたい来年、例えば2012年 NASA も発表してますが、太陽の活動っていうのは極大期に入るんですよね、まあ、極大期っていうのは11年に1回あるんですよ。ただ今回の極大期は、まあ、今まででも最大級というほどに活発になる。ただでさえそこにそういうものが来る、ね、そういうものが来るっていうのは、これ何になるか、彗星でも何になるか、エレニン彗星でも、まあ、一つのトリガーなんですね。トリガーというのは引き金ですよね。例えばマイナス0度1度2度ぐらいの水があって、米粒をパッと入れると一瞬にしてパッと凍りますよね。あるいは石を万力でガーッと締めても大丈夫なんだけど、そこに一滴の水をパッと垂らしてパッと割れますね。トリガーなんです。なんだたったこれだけのね、こんなでかい太陽にこんなちっちゃい彗星が近づいてどうなるんだっていうけど、まあ人間の体で言うとアレルギーですよ。アレルギーのね、猫アレルギーの人は猫がちょっとしたりさ、なんかほらね、例えばピーナッツアレルギー、ピーナッツ1個ちょっと食べたり舐めたりしただけでも全身がジンマシン出るわけでしょ。そうなんですよ。一つのトリガー、引き金になる可能性十分あるわけですね。それで太陽がびっくりしてじゃないけど、ブワーッとフレアを出す。そしてフレアがガーッと来て、地球のシールドを超えて、太陽フレアが影響するとか、あるいは地球に近づくんで地球も電磁的な、磁場的な、電気的な影響を受けてポールシフトするとかね、例えばこう基軸がぐっとずれるとか、大きな影響が出ても何の不思議もないんですよね。
しかもそのエレニン彗星は1万年から数万年、10万年に1回で来ると、要するに1万年以上かかって接近するんですよ。だからまた次接近するのはもっと先、1万年先、だから1万年分以上の1の確率以上です。10万年っていう人もいますよね。の確率で今近寄ってきてるんです。すごいでしょ。1万、だって宝くじも私は当たりませんけれども、1万分の1ってそんな当たるもんじゃないですよ。で、それは実際今言ってる話はもう NASA も認める事実ですからね。そんなね、なんか絵空事じゃないんです。近づいてきてるんです。だから、まあ今月もそうです。来月9月、10月にとんでもないことが起きても、まあそれがエレニン彗星がトリガーで起きても、まあ天文学的には私に言わせれば何の不思議もないということですよね。非常にすごい。で、まあ昔ね、あれでガンマバーストの話をしました。ガンマバースト、ガンマ線バースト。まあ非常に宇宙一強い光が、まあ、放たれていると。それを気象レーダーというかね、まあアメリカのレーダーが観測したと。いうものですけれども、それもその普通上 1,2 時間で消えるものがもう2ヶ月以上続いたとかいうことですよね。ですから要するに少なくとも一つ言えてるのは、少なくとも言えてるのは宇宙がものすごい宇宙レベル度ですよ。もうあの太陽系だけじゃないですよ。銀河系、あ、私たちがついてる天の川銀河、あるいはそれ以上の他の銀河も全部で、かなりすごい大きな激変、大激変が起きているというのはもう間違いないですね。うん、それは間違いないですね。で、まだ私から言わせれば、まあ序の口というか、まあ、あの前奏というかね、序曲で、今からさらにさ、まあ挨拶代わりみたいなもんで、今このぐらいで収まっときゃね、皆さん、別に普通に暮らしてるじゃないかと、別に何もね、起きてないじゃないかと。まあちょっとね、地震が多くてちょっと景気悪いぐらいじゃないかと思ってるかもしれませんけども、そんなもんじゃないですね。今から来ると。だからそういうエレニン彗星の今回の接近というのも、軌道に入ってきた接近というのも非常に注目するべきです。驚くべきことですよね。今までそんなことないわけですからね。私たち生きたって80年とかですよ。80年、僕は44歳だけど、44歳なのに1万年分の1のことが起きてるってすごいですよね。普通どんな確率になるのか知りませんけれどもね、ですからそういうことが今地球に起きてるということですよね。それから地震も多いですね。震度5以上の地震というのは今、まあ、東海3県もあるし、静岡、和歌山、茨城でしたっけ、栃木でしたっけ、栃木でしたっけ、震度5以上が7月の末から1ヶ月ぐらいか、7月いっぱい1ヶ月ぐらいで7回ぐらい起きてる。実はそれも平均データでいうと1ヶ月に起きるレベルは 0.7 ぐらいなんです。ということは通常の10倍の多さで震度5以上の地震があってるんですね、ここ1ヶ月ぐらいでも。しかも東ですね、南東、まあ東です。日本って東海を中心に、東京東海を中心に70センチほど東にずれてるんです。滑ってる。イメージとしてはちょっとまんじゅうだと思って、まんじゅうのあんこがちょっと柔らかいですね。川があります。その川が私たちが住んでる近くですね。だからで常に下は、まあ、ジェリーまでいけません、まあマントルとかありますけれども、マグマがあってマントルがあってみたいでしょ。その間ちょうど、だから僕らが薄皮なんで、本当ジェリーに乗ってるようなイメージでいいと思いますよね。それがだん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 東にずれてるんですよね。しかも専門家が言ってましたけども、そのずれる速さ、速度、速さ、あるいは地震もそうです。地震の頻発さというのはもう異常ですね。これは専門家がちょっと考えられないと、50年60年の観測データからもありえない数字を今叩き出してるんです。専門家が舌を巻いてるんですよ。そのぐらい何が起きてるのかわからない。液状化現象もそうですよね。もう今までで考えられないような変化がもうすでに起きてるんですよね、日本でもね、うん、まあ、その事実を今日はね、伝えたいと思います。ありがとうございます。